早く侵入者を捕らえるのだ。ここより上に行かせてはならん。カタリナ様の客室には絶対に近づけるな。はは。何としても儀式の前に。話を聞かせてください。安心して、話さえ聞かせてくれれば何にもしないから。聖少獣シュバリエを兵器として帝国に利用させる、それが僕たちを自由にする条件。ああそうだ。そんなのっておかしいと思ったのよ。あの帝国があんなにあっさり手を引くなんて。裏でこんな取引をしてたのね。それでどうしてカタリナがここにいるの？カタリナ様はその身をアルビオンに捧げようとしていらっしゃるのだ。君たちのために犠牲となってな。それはどういうことですか？いたぞ！あいつらを引っ捕らえろ！ここは私に任せて行って！でも！絶対にカタリナを連れ戻してね！行こう！待て！グラン、騒がしいと思ったらこういうことだったんだな。聞きました。僕たちを自由にする条件がアルビオンの聖少獣を帝国に兵器として利用させることだって。そしてカタリナが私たちのために犠牲になろうとしてるって。そうか。できれば君たちには知られることなく旅立ってほしかったんだが。犠牲になるってどういうこと？帰りましょう、カタリナさん。僕たちのために犠牲になるなんて。そうだぜ、姉さん。そんなのよくないぜ。カタリナ。私が決心したのは君たちのためだけじゃない。ビーラのためでもあるんだ。え？ビーラさんの？どういうことですか？カタリナさん！ちょっと待ってください！そこまでです。お姉様は決心なさってくださいました。それを邪魔しないでください。エイオちゃん、シュバリエの主となりアルビオンの領主の座につく。ロックオンターゲットマン、レディーファイアー。